卒業生のプロニートの原田こと原田真央です。よろしくお願いします。はい、早速ちょっとね、座りますね。立ってると力が出ないんですよね。はい、ということで、ちょっといきなりプロニートっていう肩書きの人が出てきて、どういうことって思ってるかもしれないんですけれども、ですね、今日は皆さんに働くなとかプロニートになれとか、そういうね、プロニートを量産するために来たわけではないので、安心してください。全然そういうわけではなくですね、私が、社会に出て働いていた時と今プロニートが5、6年目なんですけど、その期間を合わせて気づいた大切なことを皆さんに今日はお伝えしたいなと思っております。ということで、まずは経歴の方をですね、こちら見てください。出身は愛媛県です。愛媛で高校まで過ごして、でなんとなく都会に出たいなということで、大阪経済大学に入学しました。何校か受けたんですけど、受かったところの中で一番梅田から近かったんですね、ここが。なんでそういう理由で、ざっくりとした理由でこちらを入学して、でゼミとかにも入らずに本当にブラ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 してる感じだったんですけど、2009年に、2回生の冬ぐらいに芸能事務所に所属しました。これいきなりどうしたって感じなんですけど、高校3年生ぐらいの時からブログを書いてたんですよ。でそのブログが結構なんかアクセス数が増えてきて、そういうお話ができたので、そのご縁があってタレント活動と大学生を続けました。で何年生かな、3年生ぐらいの時に大慶でよかったっていう思い出がいっぱいあるんですけど、ラウンドワンのね、イメージガールみたいなお仕事をしてた時期があったんですね。でその時に外せない授業とそのラウンドワンの仕事がかぶっちゃった時があったんですよ。でいや、これは単位落とすな、これは。でも仕事は休めないし、これは単位無理だなって思ってたら、偶然そこの東淀川店、わかります、ラウンのあるんですよね、すぐそこに。あそこが撮影場所に偶然決まったんで、授業を受けた後にチャリでそこのラウンまで行って、どっちも間に合ったっていう、ちょっとラッキーな思い出があります。はい、そして12年に卒業して、 そこから、東京に上京してから、ちょいちょいタレント活動を続けました。ゴッドタンとかお願いランキングさんとか、結構バラエティ系多めのお仕事をしてました。で、2016年いっぱいで、事務所を辞めてプロニートになりました。はい、下の写真なんですけど、一番左のやつ大慶大パーカー着てるんですよ。今もあるのか全然知らないんですけど、ちょっとね、思い出のプリクラです。はい、そしてプロニートになるって書いてますけど、どういうことだっていう定義が一応あるんですけど、こちらです。プロニートとは働かずに好きなことをして収益を得て暮らすことです。はい、これはなんか私が名乗り始めた時はそんなにこの定義は固まってなくて、なんかただのネットミームっていう感じだったんですけど、ちょいちょいプロニートと名乗る人が結構増えてきて、でなんか定義もね、こんな感じで固まってきたんですよ。はい、なので私もこの定義でやってます。そしてプロニートって働かずに好きなことをしてるって言ってるぐらいなんで、100人プロニートがいたら100人違うことやってるっていう感じなんですね。なので私は何をしてるのかっていう、はい、こんなことをしております。ネット配信、ハンドメイドショップ、オンラインサロン、コラム、その他もろもろメディア出演という感じで、結構バラバラなんですけど、これらは全部好きなこと、やりたいことをその時その時でやってみているという感じです。はい、そしてこれが一日ね、どういう生活してるかってよく聞かれるので、今日は円グラフにしてみました。はい、これ水色と青と緑のところは全部ベッドの上にいます。大体寝てます。あ、笑ってもらって大丈夫ですよ。はい、これもうほとんど寝てて、であとは、大体ネットって書いてあるんですけど、基本的にスマホ中毒なんで、ネットを巡回しながらご飯食べたり家事をしたり、で夜ピンクのところでネット配信をしたりとか、そういう生活をしています。本当にだから基本的にね、ニートの生活と思ってもらって大丈夫です。
で、この生活で稼げるのかっていう話なんですけど、稼げないです、そんなに。でも生活は遅れてます。なので普通に働いた方がいいって思う人ももちろんいると思います。なので私がそれでもこの生活をしている理由っていうのが、まあ、メリットをまとめてみたんですけれども、こちらです。電話、目覚まし、電車移動なし、このストレスフリー3点セットが私にとってめちゃくちゃ大きいメリットなんですね。これが本当にお仕事してた時に電話がいきなりかかってくるのって嫌じゃないですかね。あれがすごい私ノイローゼみたいになっちゃって、なんかこう電話が鳴ってないのになんか鳴ってるような気がするみたいなぐらいまで行ってしまって、すっごいなんかそれがストレスだったんですね。でそこから5年ぐらい今の生活してて、そういうストレスから解放されたんで、すごくね生きやすい感じですね。そして、一番下、肩書きでハードルが下がっているから何をしても褒められる。これですね、フロニートという肩書きで活動してたら時間守っただけでなんかすごいみたいなこと言われるんですよフロニートなのに時間守るんですねみたいな感じで言われたりだとか、あとはなんか多分朝苦手だと思うんで夕方ぐらい集合しましょうとかってこう相手の方からね気を使っていただけたりとか、そういうメリットが結構あります。はい。そしてですね、こちら、はい、まあ先ほどの一言で言うと、とにかく生きやすいというね一言です。これうちの猫ですムスカっていう猫です。はい。そしてですね、今からこちら、フロニートでいるためのマイルール、まあ、さっきの円グラフみたいにダラ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 、まあ、過ごしてるわけなんですけれども、やっぱり決まり事が自分の中で少しはないとやっぱりやっていけないので、3つのマイルールを作っています。1つ目、労働意識を持たない。これはですね、やっぱりさっきも言ったんですけど、好きなことっていうテーマがあるので、労働意識とか義務感を持ってしまうとやらされてる感が、なんか無理やりやらされてる感が出ちゃうじゃないですか。そういうのは見てる人たちにも分かると思うので、自分にも見てる方々にも嘘をつかないように、やりたいことをやりたい時にやっているよっていうスタンスは絶対に崩さないようにしています。そして2、闇労働をしない。陰で働いていたらそれはニートではない。これはまあバイトとかね、そういうのをやって生活を持たせているんだったらもうやめちまえっていう話なんで、バイトとかはしないようにしてます。だから芸人さんがやってはいけないのが闇営業とかありましたけど、プロニートがやってはいけないのは闇労働というねことです。はい。そして3、先の予定を作らない。これはですね、常に暇でいることでまあいろいろとねフットワークが軽くなるという話ですね。はい。でここで皆さんにクイズです。いきなり参加していただきます。はい。ですね、この3つの中で先ほど最初に話した皆さんにお伝えしたいこと、深掘りしていきたいことの項目が1個あるんですけれども、どれでしょうかっていうクイズを出したいと思います。ではおさらいしますね。1、労働意識を持たない。2、闇労働をしない。3、先の予定を作らない。さあ深掘りしていくのはどれでしょうかということで、拍手で答えていきたいんですけれども、いいでしょうか。いいですか。はい。じゃあ、1だと思う方拍手お願いします。はい、ありがとうございます。で2番と思う方、少なあ、いいですありがとうございます。3番、先のやつを作らないと方、1と3が多いですね。ありがとうございます、ご協力ありがとうございます。はい。答えは3番、先の予定を作らないということですね。はい。これはもう本当に私がずっと活動してきて、本当にですね、暇が大切だなっていう結論に至ったんですよなのでこれをね、どうしてかっていう具体的な理由というか具体的な事例を紹介していきます。その1、暇だったからできたこと、インスタグラムのフィルター制作ということで、この下にある写真全部私の顔で、私が作ったフィルターで撮った、まあ、様々なちょっと恥ずかしいんですけど写真なんですけれども、こういうやつを自分で作ってインスタのストーリーに公開することができるんですね。でそれをシェアされていてみんなが使うっていうやつなんですけど、この多分ね右から2番目の城之内フィルターっていうのが結構バズってて、
多分大学生の皆さんとかだったら誰かのストーリーで見たことあるかもしれないです。でこれをやったことで何があったかっていうことが、インスタのフォロワー数が約1万人ぐらい増えました。はい。そしてこの顔の造形を動かす仕組みが 3D モデリングなんですけど、それをこう面白がって使ってたらですね、 3D モデリングの技術が勝手に身についてました。で左下に安眠枕ちゃんっていう私の考えたキャラクターがいるんですけど、これも 3D モデリングの技術を応用して絵じゃなくてこう立体で作った枕ちゃんです。こういうのがなんか勝手にできるようになってきました。そして、制作ソフトがですね、英語しか対応してなかったので、日本語でこういう風に作れますよっていうハウトゥー動画を出したところ、結構需要があってありがたがられた的な良かったことがあります。それでこれを作り始めたのが2年ぐらい前なんですけど、今ですねフィルターの、私のフィルターの総インプレッション数が 1.9 億回らしいんですよもうなんか意味わからない桁なんですけど、なんか海外の人もねインスタグラムで使うので、すごく世界的にシェアされてて、すごくね面白い状況になりました。はい。そしてその2がこちらです。話題の場所、物をすぐ配信できるという、私ネット配信やってるって言ったと思うんですけど、これ配信のサムネイル画像っていうやつですね。で、赤の他人の証明写真のガチャガチャがバズってたとか、綿あめの自動販売機ができたとか、話題のゲームを最速で実況するよみたいな、こういう配信とかをやってるんですけど、やっぱり暇じゃないと話題になったその日に行けないわけですよね。で、それで良かったことっていうのが、まあ、毎日ね起きてから今日何しようかなっていう考えてるレベルなので、まあ、その日にやることが決まってないから、まあ、バズってる場所にすぐ行ける、まあ 朝起きてないや、昼に起きるんですけど昼に起きてスマホを見て、でなんか面白そうなのがバズってるなって思って、じゃあこの後行こうかなみたいなことができます。そしてやっぱりそういうのってバズってるうちに移動しないと全然アクセスとかもね埋もれていってしまうので、暇だったら暇なだけ得なんじゃないかなと思います。そしてニュース感覚でそういった動画とかも見てくれる人も増えるという良かったことがあります。あとですね、去年私マンホールの写真を撮って社会貢献しようっていうアプリがあるんですけど、ご存知ですか？あ、ご存知ですか？おー、すごい。のなんか撮れば撮るだけ賞金がもらえるよみたいなのがあったんで、もうこれはプロニートの出番なんじゃないかって思って、もうスマホとモバイルバッテリー片手に繰り出して1日にマンホール400個ぐらい撮ったんですよでもうやっぱり時間がある、もうね働いてる人とは桁違いあるんで、めちゃめちゃ撮って、で賞金とかももらえたりとか、なんかマンホールの人みたいな感じでインタビューを受けたりだとか、これはマジで暇で良かったっていうエピソードです。はい。ということで、まあ今まで結構ね、プロニートの話をしてきたんですけれども、一言で今日のお話をまとめるとこちらになります。暇は最強の武器。はい。この一言でまとめれるんじゃないかなと思うんですけれども、この言葉をね、皆さんぜひ今日、もうこれだけでいいです。なんかマンホールの話とかも忘れちゃっていいんで、この一言だけ覚えて帰ってほしいです。はい、多分今学生さんとかが聞いている方多いと思うんで、これからね社会に出ていく方々なんで、今からねその暇を作っていけっていうのはなかなかね会社入ったばっかりの頃とか忙しいと思うので、それは全然無理しないで大丈夫なんですけど、まあ、いろいろ覚えてちょっと落ち着いた時とかに、なんかプロニートの人がなんか言ってたなって思い出していただけて、それでまあちょっと試してもらったら皆さんの人生が少し生きやすくなるんじゃないかなと思っております。はい。ということでこれが私のプロニート論でした。皆さんご清聴ありがとうございました。